こういうお椀が欲しくって。いいね。ひょっとして実はこういうお椀が欲しくって。いいね。じゃあ2人で頑張ろう。それじゃあキティちゃんにうちの漆器の作り方を教えちゃうね。頑張ります。すごい。ろくろの木がきれいに削れて、気がついたらお椀が。これは木地引きって言って、山中漆器が一番得意な製法なの。なんだか魔法みたい魔法にも負けてないわよ。刃をどの角度で当てて削るか、どれくらいの力を入れるのか、全部手作業なの。キティもやってみたい。ということで道具、カンナの調整から始めようか。これってカンナだったんだ。ひじ引きのために私たちが作った、このためだけのオリジナルの道具なの。そういう道具と技法を駆使して、細かな装飾を施すこともできるのよ。キティもやってみたいです。よし、キティちゃん、やってみようか。大丈夫、手伝ってあげるからね。はい。どうですか？いいねこの後はどうするんですか？よし、じゃあ流れを説明するね。まず丁寧に乾かして生地固めをするよ。漆を染み込ませて固めて変形を防ぐの。あとは布で補強して、また乾燥させて磨いて完成ね。まだまだ、次は塗りだね。漆を薄塗りして磨いて、また塗って、今度こそ完成？まだ。慌てない慌てない。次は蒔絵。わあ、かわいい。蒔絵にもいろいろあるけど、研ぎ出し蒔絵、平蒔絵があるね。キティちゃんの模様は平蒔絵で作ろうか。頑張ります。できた。上手、おめでとう。ほんと、きれい。丁寧に削って塗って、磨いて、また塗って磨く。一つ一つの技の積み重ねなの。でもね、まだまだこのお椀は綺麗になっていくのよ。おばあちゃんも言ってたわ、漆器は使えば使うほど綺麗になるって。そう、キティちゃんがずっと大事にしてくれれば、このお椀は漆が変化して、もっと艶も深みも増して美しく育っていくの。だから大事にしてあげてね。キティ、このお椀のこと、ずっとずっと大切にするね。このお椀で何かを食べるのがもったいないくらい綺麗ね。森田漆器さんには他にもいろんな漆器があるって教えてもらったんだ。石川県だけでも輪島塗漆器とか金沢漆器とかも教えてもらったんだけど、どれも綺麗ね。日本には漆器以外にももっと素敵な木製食器がたくさんあるんだって。よーし、いろんな食器をおすすめしてもらったし、みんな揃えちゃうよ。キティの夢のお家作っちゃう計画。
75% 完成。ちょーちょーちょーちょさん、そろそろ家具についても考えないとなって思ってたら、おじいちゃんから素敵な蝶々の椅子があるって聞いたんだ。蝶々の椅子ってどんなのだろう。でもなんだか可愛い予感なので、蝶々の椅子を見に行くよ。ハローキティの出張クラフトチャンネルでした。またねー。